こんにちは、亀久です。植物を枯らす多くの原因は根腐れです。今回は植物を育てている方、水やりに自信がない方、根腐れを起こしてしまった経験がある方、園芸初心者の方、そして園芸をとことん楽しみたい方、根腐れ、園芸をやっている方では聞きなじみがあるフレーズの言葉だと思います。字のごとく根が腐る現象のこと、こちらを根腐れと言います。根腐れの多くが水の上げすぎによることが多いです。ただ水をそんなに上げたつもりでなくても根腐れは起こることがあります。そもそも過湿に弱い植物たち、このような植物たちの根っこは水に慣れていません。水を通常通りに上げてしまうと根腐れ簡単に起こしてしまいます。また特に鉢で植物を育てていると根腐れは起こしやすいです。というわけで今回は根腐れ、起こしてしまった、また不安な園芸初心者の方にも分かりやすく根腐れの効果的な防止方法、こちらを特集します。私は20年間総合園芸専門店に勤めており、根腐れ防止おじさんと呼ばれております。根腐れ防止アイテムに関しては私いろいろな実験を行ってきました。ですので根腐れ防止資材、一応ですけどいろいろ知ってるつもりです。実はこの根腐れ、植物を管理していて枯らす大きな原因のベスト2に入るんではないかと私は思っています。植物を枯らす一番の原因、これは根腐れの逆で水切れだと私は思います。そしてその次に植物を枯らす原因、これが根腐れです。これを聞いて分かるように、水やりというのはやらなくてはいけない作業の一つなんですけど、一番難しい作業の一つとも言えます。一番の原因、水切れ、これは簡単ですよね。分かりやすい原因だと思います。そして自覚が一番あると思います。忙しくて水やりができなかったり、鉢が隠れていて水がかかっていなかった、また猛暑などの影響により一気に水が干上がってしまった、こんなところが水切れで枯らす原因だと思います。ただこの逆パターン、根腐れは本人の自覚ないままに植物を枯らしていることが多いです。根腐れで枯らしてしまう多くの原因、こちらが大きなポイントで3つあります。1つ目は土の排水性の悪さ、2つ目は鉢の排水性の悪さ、3つ目は日当たりの悪さ、これらの原因で根腐れはよく起きます。というわけでここから先はこれらの原因を具体的に解説、実例を用いてしていきます。では早速いきましょう。はい、というわけで根腐れの回です。よろしくお願いします。ジッペさん、お願いします。根腐れは多分誰もが経験してるかなというふうな感じで思いますけど、はい、ありますよね。何回もあります。ありますよね、はい、で根腐れは案外と分からずに枯れてしまったっていう現象になる方もおると思うんだよね。はい、分からんじゃんね、多分根腐れっていうのがあるっていうこと自体知らないと。なんか状態悪くなってからあげなきゃって思っちゃいましたね最初。あ、それもあるよね、はい、水あげているのになんで枯れるんだみたいな。そうです、逆にもっといるのかなって。そうですよね。それがまあ園芸特に初心者の方は思ってしまう。とにかく水は植物が欲しいものだから、元気がなければ水を飲んでピンと立ってもらう、うん、逆にでも根腐れ起こると寝ちゃうんだよね。水切れみたいな感じの症状になっちゃうんですよ。これが本当に知ってるか知ってないかで回避できるかどうかっていう形なんですけど、結構回避するのがもう鳴り出すと難しいっていう現象でもあるので、まあ、実際問題そうならないようにどうしていくのかっていうのをやっぱり考えて管理の方をしていった方がいいかなというところで、根腐れのもう簡単な仕組みの方だけまず話させていただくと、根腐れ自体はなぜ起こるかって言ったら、まあ、根っこが腐る。じゃあ腐るって何かって言ったら菌なんですよ、腐らしてるのが。はい、腐敗菌ね。普通に生ゴミとかではなくてもフルーツとかずっと置いてたりすると腐ってくるみたいな現象ってあるじゃんね。菌が湧いてきちゃってっていう現象、これは普通に生活しててもあると。それが土の中で起こるっていうところ、はい、で根っこっていうのは水を取るっていう部分でもあるんだけど、特に重要なのが酸素を吸うんですよ、はい、まあ、いわゆる口だと本当に思ってもらってもいいぐらい、人間でいう、はい、食べたり飲んだりもするけど呼吸をすると。で呼吸ができなくなると根が死んでっちゃう、まあ、これは本当に水とかずっと使ってれば我々も呼吸困難になってしまうじゃないですか、はい、で死んじゃうとんと一緒で根っこも同じ状態なんです。なのでできるだけ排水性がいい土とか通気性がいい土って、良い土とはっていう大原則で出るんですけど、これは根が呼吸できるようにしっかりと抜けるっていうのを意識してもらうと、まあ、なんとなくその大事性っていうのがより分かると思う、はい、根っこが一部腐り出すと腐敗菌っていうのはだんだん調子が悪いところに広がってっちゃう、
まあ、いわゆる餌になっていくので、その悪い菌たちの良かった状態のものまで攻撃しだすっていう感じ。土の中では、土の中の菌っていうのはめちゃめちゃたくさんおって、いい菌もおるんだけど、実際までは悪い菌もおる、はい、うん、その悪い菌をどういうふうに繁殖させないかとかは、植物が健全であったりすると抵抗力があったり耐えるっていうことができる。これ人間でも一緒だと思うね。風邪をひくのはさ、いろんな菌は普通に口に飛んでるんだけど、やっぱ状態が人間の悪くなると風邪になるよ、やっぱ、うんうん、弱ってるところに入り込みやすいの、悪い菌ってね、攻撃しやすい。なんで疲れているとか寝不足とか、あと最近のストレスとか、うんうん、でちょっともう調子崩してるなと思ってる時にもうバッと菌にやられてしまう。ただもう人間も状態が健康であれば、しっかり寝てしっかり運動してしっかり食べてれば、結構風邪とか病気になりにくいことない？そうですね、うん、そういう免疫力みたいな、うん、抵抗性っていうのはつけれるのは植物も一緒なので、なるべくストレスがかからないような環境にしておいてほしいっていうところが、まず第一前提の、その土の排水性の悪さ、これが必然的に根腐れを起こすっていうところで、土をまず見直してほしいと思います。2番目のポイントは、鉢の排水性の悪さっていう項目を出しました、はい、まあ、これは鉢植えやってる方限定の項目になってしまうんですけど、植木鉢っていうのが今いろんなタイプの種類がある。形状はともかく、とにかく底の部分、ここに排水機能がしっかりとあるかっていうのが割と重要、はい、で僕が今オリジナルカラーで出してるスリットポットっていうのは、あれ排水性重視してる鉢っていうか、もうあれは生産用の鉢なので、基本的には飾る用の鉢ではあんまりないっていうところ、なので機能面で見たら抜群にいいっていう鉢なんですけど、一般的なこう装飾してある鉢、特に今多いんですよ、おしゃれな鉢、うんうん、でおしゃれな鉢で寄せ植えしたいとか、陶器鉢からちょっとプラスチックの樹脂系のものに変わってきてるんですけど、あれらの形状のものとか、ああいうタイプの鉢って、鉢の通気性ってほとんどないんですよね。陶器鉢っていうのは鉢が空気通すんで、なので根っこの状態も割と陶器鉢で管理してると悪くないんだけど、特にプラスチックとか樹脂製とか、あとブリキみたいな素材のものは鉢が全く空気を直接通さないってなったら、空気の補充ポイントどこかって言ったら表面の上か底なんですよね。ただほとんどの鉢が下地面にバンと置いちゃう、置かざるを得ないからね。そうですね、置くと下の排水口っていうのを塞ぐことがほとんどってなってくると、結構そういう鉢だと底の部分っていうのに水が溜まりやすい。ただ表面上は乾いてくるんよ、これ。なのでパッと見乾いてるかなって思いがちで水をあげると、下実は水が溜まっていて根腐れをどんどん起こしていくというところで、ポイントは根腐れっていうのは下から起こってくるよね。下の方からだんだん上に上がっていって根っこを枯らすっていう現象なので、底の方の水分をいかに抜けるか、ここが重要だと思います。こういった形状の鉢を選ぶことで根腐れ回避っていうのも一応できるっていうポイントだと思っておいてください。はい、でポイント3番目、日当たりです。これはね、単純明快で、やっぱ日が当たってるとこと当たってないところって、露地でもそうなんだけど、顕著に乾きが早いか遅いかが明確に出る。日陰だとやっぱり水が乾かない。日が当たっていれば当たっているだけ水が乾きやすい、まあ、これは誰でもなんとなく分かると思いますけど、洗濯物と同じですよね。そうです、そうです、乾くか乾かないかも、うんうん、そう、本当に日が入る入らないっていうところは、植物がやっぱり日が入っていれば光合成っていう栄養分を作るっていう作業をよりたくさんできるようになる。で光合成できると水を欲しがるんだよね、植物が、はい、なので水の吸い上げも良くなるっていう形。物理的にこう日があって温度があって風があって乾く、プラス植物も合わせて水が欲しいっていうのを取るので、日当たりがいいところは結構根腐れ現象は起こらないんだけど、やっぱ起こりやすいのは日陰系に置いてある鉢とか、あと日陰の露地もそうですけど、やっぱ乾きにくい、プラス植物も光合成をあんまりできなかったりするんで水を吸わなくなっちゃう。そこに過剰に、まあ、例えば水分がかかる、まあ、雨がよく降るとか、水やりを日向と同じぐらいのペースで上げていってしまうと、まあ、どうしても水が溜まりすぎてしまって根っこが腐っていくっていう現象が起こるので、まあ、日当たりで調節するっていうことも、まあ、実際鉢の場合は置く場所を変えてあげるっていうことをしていければ根腐れっていうのは自然的に防げるようになるということも覚えててください。はい、という項目を得て、じゃあどのように根腐れを防止していってるかっていうのを具体的にいきたいと思います。
でまずポイント1番目の排水性が悪い土を使わないことの大きなポイントは、排水性が悪い土を買わないこと。簡単に言ったらそういうことですね。使わないこと、はい、なので培養土、特にね鉢の場合はそのまま使えるっていう地がたくさん今あります。その中でもできるだけ排水性がいい土っていうのを選ぶがいいんですけど、ここでちょっとねポイントがあるのでお伝えしましょう。培養土の高い土安い土っていう表現を今使ってしまったので何なんですけど、高い土でも根腐れを起こす可能性っていうのは十分に考えられて、これなんでかっていうと、根が腐るイコール菌って言ったじゃん、はい、ってなったら割と栄養分の多い土、まあ、いわゆる堆肥とかね多い土っていうのは菌の量も多いので悪い菌も繁殖しやすくはなる、はい、簡単に言ったら堆肥が多い土は根腐れを招く可能性が結構ある。逆に言うと堆肥が少ない土の方が根腐れって起きにくかったりする、菌が割と少ないからね。なので高い土だから根腐れ起きないかって言ったら絶対そうではないっていうのもちょっと頭の中に入れておいてほしいです。培養土の方、実物の方を出してみましょう。じゃん、はい、はい、培養土です。もうこれよく使うやつね、おっちゃん培養土。こちら花ちゃん培養土ね、特集もしたし、まあ割といろんなところで売ってますと、はい、こっちちょっと特殊な土持ってきてみました。これはプロトリーフさんの方の流状の軽い培養土。この3つねは割とちょっと高い土っていうグレードのランクになりますと。ただこのおっちゃんの土とか花ちゃん培養土ね、こちらはしっかりとした堆肥が入ってます、はい、で特に花ちゃん培養土、これ腐食ミネラルとかっていうのを売りにしてたり、まあ、フルボ酸っていう有機物が入ってたりねっていうところで微生物をすごくいいものを使ってるっていうところがあったり、まあ、おっちゃんの土はよいしょバーク堆肥とか牛糞とかで微生物がたくさん住めるようにクンタンとかヤシのチップなんかを入れてあるので、本当に微生物中心の、まあ、排水性を良くしてあるっていうタイプの土。逆にこの流状軽いっていうのはちょっとまあ見てもらうと分かりやすいんだけど、石の粒みたいな感じね。ちょっとこれ開けて出そうか、分かりやすいように、はい、まず例えばおっちゃんね、まあおっちゃんはあれか、みんなも見てるもん、まあ、見てる、ね、はい、今さら開けなくてもいいかもしれない、まあ、こんな土、はい、まあ、いわゆるなんか普通にこんな感じだと思う土ってね、培養土開けるとなんとなくこんな感じじゃん。花ちゃん培養土、まあ同じような感じね、はい、これ土ね、どちらもふかふかしてる感じですね。そうですね、もう茶色い部分が多いというか、はい、ね、こんな感じ。そしたらこれ流状軽い培養土、うわ見てこれ砂利だよこれ、うほら、こんな感じで、はい、もう粒々っていう感じね。そうですね、うん、っていう配合をしたる土と、極端な話この流状軽い培養土みたいな土を使うとこっちと比べたら根腐れする確率ってのはかなり少なくなると思う、正直ね。ただ培養土選びっていうのはそこを単純に選べばいいかって言ったらそうではないので、やっぱり有機物があって根っこがしっかり張って有機肥料をしっかりもらえる土っていうタイプの方もいい場合がある。あと値段がやっぱりちょっと比べていくと、ちょっと流状軽い培養土その1リットルあたりの単価を換算すると高くなっちゃうんで、そんなにたくさん使用ができないっていうことになると、やっぱ通常の培養土をまあコスト的に使わないといけないっていう場合があると思いますんで、じゃあそういった培養土を使って特に鉢植えの場合根腐れをどういうふうに防止したらいいかっていうところで言うと、この中に心配な方はプラスアルファして根腐れを防止する材料っていうのがあります、まあ、この辺を入れてもらったりすると物理的な改善っていうのができますというアイテムがこちらです。じゃん、こちらはねたまに出したことがありますけどミリオン A っていう商品ね、はい、こちらは珪酸塩白土って書いてある商品、はい、はい、実はこっちのミリオン A っていうのをここに珪酸塩白土っていう記載がある、うんうんうん、ね、でこの珪酸塩白土っていう土というか石は何かっていうとこれ天然の鉱物です。だだだだ、こんな感じ、はい、白色の粒で、こちらは材質が若干違うんですけど、まあ、一応は珪酸白土っていうところで取れる場所によってね若干ちょっと違うんだけど、うん、でも基本は一緒って感じね。こんな感じ、同じような石みたいな感じね。珪酸白土っていうのはどういう効果をして根腐れ防止するかっていうと、まあ、超優秀機能がありまして、
これはね、水差しの回で1回ミリオンの紹介をさせていただいたことがあるんですけど、どういう機能があるかっていうと、有害な物質を吸収するっていう役割がある、まあ、いわゆる空気清浄機みたいな機能を果たしてくれるので、珪酸塩白土があることによって腐る元となる有害な物質っていうのを事前に吸着して防いでくれるっていう効果がある。で、循環してくれるっていう、はい、もう土の中をすごくいい、このマイナスイオンいっぱいみたいな、もう気持ちいいみたいな感じの環境を作ってくれる資材だと思ってください。そして水を貯めれるっていうもちろん効果もあるし、排出するっていう効果もあって、これは植物が欲しければ排出するし、いらなければ吸着しといてくれるっていう、なんかスーパー優れた資材であります。この根腐れ防止剤っていうのを敷いてあげたり混ぜ込んだりしてあげることで、より根腐れね、特に鉢の底の部分、かなりいい役割を果たしますんで、もし心配な方はこの辺を入れてみるというのもいいかもしれません。はい、じゃあこの珪酸塩白土どういう風に使ったら効果的かっていうところで言うと、ちょっと実演の方をしましょうか。簡単に、はい、鉢があります。こういう鉢多いと思うんだけど、さっき言ったダメっていうのは、これ置いちゃうと結局塞がっちゃうよね、これね、うん、どうしてもそここんだけ穴開いてても密封しちゃうみたいな感じ、はい、で多少はこう足があっても、これね、通気性とか排水ができるところ、はい、こんなんじゃ全然空気吸えないよ。知れてますね。知れてる。もういっぱいになっちゃったらもう酸欠になると思う、多分、はい、ね、っていうところで根腐れ起こしやすいんで、こういう鉢は鉢底の石を入れてあげると、まあ、やっぱここの部分だけはシャーシャー抜けるようになるので、水分っていうのをなるべく吐けるようにっていうところでゴロ土を入れます。はい、よく売ってるのはこういう軽石ですね、鉢底石なんていう形で売ってありますね。これをまあ入れますと、入れる高さっていうのが、これも植物によって変えるっていうのもあるんですけど、入れれば入れた分ここの下排水性が良くなるんで根腐れ起きにくくなるんだけど、土の量が少なくなっちゃうと今度根っこの量が少なくなっちゃうんで、はい、植物生育できないっていうところで、まあ、大体鉢の5分の1とか4分の1とかぐらいが、まあ、ベースだと思ってください。半分入れちゃうとかなり多いと思います、鉢底の石的には、はい、多くても3分の1ぐらいかなっていうぐらいね。で、通常だったらここにもう培養土をバーンって入れていくという形になるんですけど、この珪酸塩白土をタイミング的には、特に大粒っていうのはちょっとこのミリオンが大きいタイプね、はい、そう、大きいタイプはできれば鉢の底側に敷いといてあげると非常に効果がいい。これをね、混ぜ込むっていうのも、まあ、一個の手法としてはいいんですけど、一番根腐れが起こりやすくなってくるのは下からやんね、うんうん、下にここに一番水が溜まるんで、どちらかっていうとここの一番下で一番発生しやすいね、鎖がっていうところに厚く入れといてあげた方が、上層部は絶対乾いてくるんで、そんなに問題ないと、うん、なったら効率的にはやっぱこの下にうっすらと敷いてあげるっていう形で結構効果を発揮します。このまま多分入れるとうまく乗ればいいんだけど、中にスルスルって入っちゃうかもしれないこれね、はい、せっかくゴロ土あるのに珪酸塩白土こんな下までいっちゃったらもったいない。もったいないですね、うん、っていう形になるので、軽く土、はい、ね、ワンクッションだけ敷いてもらった上にこの子たちをパラ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 って入れてあげる、うん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 、まあ、極端な話ね、これ入れたら入れただけいいんだけど、はい、高いんだよこれ。あ、まあ、そうかもしれないですね。そういうこと、はい、言ってしまうとね、そう、何に入れても別に問題ないです、ね、うん、入れた方が本当はいいんだけど、うん、やっぱちょっとコスト的に結構かかるからっていうところで、はい、まあ、うっすらパラパラ程度で僕はいいかなと思いますっていうのを敷いてから、通常に培養土を入れて苗を植え付けるっていうパターンにしていただくと、まあ、根腐れっていうのが苗よりも根腐れ防止っていう効果ができるんで腐りにくくなります。じゃあこの大きい粒を使わず、小さいこういう小粒系ね、こういう系、はい、もっと細かい珪酸塩白土とか粉っぽいやつもあるんですけど、はい、小さい粒の場合はこの下に入れるっていうよりも、もうこの場合は土に混ぜ込んじゃった方が早いです、はい、ね、全体的にやってあげた方が、あの、混じりもいいので、あの、こういう場合は混ぜ込むんですけど、入れる量っていうのが割とね重要で、できれば1割、1割これ2割入れると多い、逆に言うと多すぎる。で、多すぎる時に根腐れ防止剤が多いからいいんじゃないかと思われがちなんだけど、これは商品によって変わりますが、珪酸塩白土の割と細かい粒のものって混ぜると排水性今度悪くなる、
うん、っていうのがいろいろこうやっていく中で分かってきたんで、できればやっぱこの小さい粒は入れるのであれば1割にしてほしい、はい、まあ、そっちの方が経済的にもいいですし、うんうん、でこの排水効果も1割の方がやっぱしっかりと抜けるので1割混ぜをおすすめします。というわけで、まあ、土を出した土に対して、まあ、大体1割ね、はい、うん、めちゃめちゃたくさん入れなくてもいいですよっていうぐらいでいいと思います。まあ、こんなもんじゃないですかね。一つかみぐらいを、まあ、混ぜ込んであげる。こういうところで。こんな感じの土ね。はい。なんかめっちゃ良くなったよ、これなんかね。ちょっと白いのが混じってますね。で、細かい珪酸白土は土に混ぜ込んであげると、今度微生物っていういい菌たちの住処になって、いい菌たちがあのたくさん増えるっていう効果があるので、やっぱりこれは混ぜ込んであげた方が効果効能っていうのが根腐れプラスアルファでいただくことができるので、この辺を混ぜるっていうところで根腐れ効果プラス植物のこう健全な育成効果っていうのが見込める商品かなと思います。はい、じゃあ続きまして鉢のことについてちょっと触れていきましょう。排水性がいい鉢をっていう話をしたんですけど、まあ、これはあくまで形状の話とかにもなってくるんだけど、大前提で僕根腐れを起こす一番の原因は植えている植物と鉢の大きさが合っていないっていうところがかなり多いと思う、はい、見た感じこれによっての根腐れっていうのが比較的あります。例えばですけどこんな感じです。じゃん、はい、この鉢ですね、まあ、見た感じ分かると思うんですけど何もないですね、うんうん、ないですね。これは中心部にあった植物がもうこれ腐ってとろけてなくなってしまった現象ね、はい、まあ、根腐れもうドロドロってなって溶けてしまったり、木の場合だとあの抜いた時にもう黒い根っこになっちゃってるって感じ、うんうん、でしなしなっていう感じの症状になってれば抜いた時にこれ根腐れ起きたなっていう感じの現象で、これは極端にサイズが大きいのであれなんですけど、特にこれは園芸初心者の方に多いんだけど、大きな鉢で苗ちょっと、土は割と安い土を使っちゃうってこと、うんうん、これなんか心理的に分かるんだよね。コスト安くさ、ボリュームたくさん欲しいみたいな、はい、そうですねイメージはこの鉢にわーっていう感じ、はい、を安くしたいってなったら、はい、鉢はやっぱ大きい鉢の方が大きくなりそう。あと植え替えもしなくていいとか思うと、そうだ、単純にだって鉢が大きいらさ、もうこれぐらいのあれが見込んで買ってるわけだと思うんだよね。そうですね、この鉢でチャラッとっていうわけじゃなくて、多分これを置くっていうことはこれにわーってなるっていう予想で多分置くやん。特にさ、なんかお店とかさ、カーディーラーとかによく多いんだよカーディーラーのさ、はい、前のさ鉢とか花壇ってさ、はい、でかいのにさちょんちょんちょんしかないの最近すげえそれ分かります。分かるよな、分かります。俺すごいチェックするんだけど、はい、あの車でも、はい、ああやっちゃってんなみたいなで最終的にどうなるかっていうと、はい、もうこの小さいままで終わっちゃってて花壇がいっぱいにならないの。そういうのはあるじゃん。ありますね。あれは割ともう本当に鉢だけ大きくしちゃって苗をちょっとしか植えてない、はい、あれが一番植物が育たないパターン、はい、プラス排水性が悪い土を使ってしまうと余計に根腐れが起きちゃう。植物はやっぱり自分に合った水分量が欲しい。で、露地の場合は割と、まあ、広いんで水がわーっといろんなところに分散するっていうところと、やっぱ空気がよく入るんで下からとか上からの表面もかなりこう広いところがあるので、露地に植えるとそんなに根腐れてなかったりするんだけど、鉢の場合で土の容量多くてしかもプラスチック製とかになって下が、まあこれはちょっと空いてる鉢なんであれなんですけど、ベタってついちゃってる、まあ、こういう鉢でいっちゃったりするとめちゃめちゃここの水分っていうか抜けない、はい、びっくりするぐらい抜けないです。これよっぽど夏とかの生育がいい時期でよく水吸う植物ならともかく、普通の植物だともう水分過多でもう溺れちゃう状態になっちゃう、根っこが、うんうん、全然酸素取れない、ずっと水があってもなんかずっと酸欠状態みたいな感じだと、特に小さいポット苗、例えばこんな感じね、はい、こういう感じにポトッと植えたりすると植物自体は大きくなるんだけど、最終的には、はい、木の性質上はなるんだけど、苗がまだ子供であるので全然こう伸びていけなくなっちゃうってなったら、やっぱり鉢のサイズっていうのは植える植物に対して一回りか二回り
大きくてもっていうぐらいでまずはやっていった方が根腐れする可能性って非常に少なくなるんで、そういう段階を踏むっていうのを初心者の方はやってもらった方がいいと思う。で、植物の中ではやっぱ二回り大きい鉢だとすぐに大きくなって根詰まりを起こすっていう植物もある。これはやっていけばなんとなく分かるようになるんです。そっちで鉢替えする方がまだいいと思うっていうところで、まずはあんまりこう欲張って大きな鉢に苗をポツポツと植えるみたいな植え方はやめた方がいいっていうところで、鉢選びをまずサイズの方を見てほしいと思います。続きまして形状です。形状がまあいろんな形状があるんですけど、とにかくそこの下の方を見てください。例えばこの辺、じゃん、はい、まあ市販のプランターだっていろいろなタイプがあります正直。ただそこねの形状がどうなってるかっていうところがは割と重要。特に大きくなればなるほどやっぱ土の量が多くなるんで、下からの抜けっていうのが悪いと基本的にすごく水を持ってしまうっていうことになってしまうので、より根腐れ心配な方はこの鉢ですね、多分下はちゃんとこういう風になってるはずなんですよ、たくさん抜けるように、うんうんうん、ただこれが塞がっちゃうっていうのが良くない、はい、ね、でこの鉢も、まあ、一応ここに段がありますね、段があるんですけど下はちゃんと開いてるんですよこうやって、はい、たださここも開いててもさ、ここなんか乗っちゃうとさベタッと、はい、この毛も塞ぐことになっちゃうじゃんね。そうですね、ここが開いててもここ、うん、ベタって乗っちゃうわけなんでね。ってなるとやっぱ水を吐くスペース、むしろ逆に言うと根腐れの場合は空気を入れる隙間っていうのっていうのをなるべく確保してあげた方がいい。一応ここの下から空気が入るっていう工夫っていうのをどういう風にできるかっていうところもポイントだと思う、はい、まあ、特になんかレンガみたいなちょっと足ですね、でここを浮かせるだけでもだいぶここ入ってくる、これ、はい、全部入るようになる今度。そうですね、そうするとベタでつけてた時でも、もう極端に1センチ浮くだけでもこれ水のハケと空気を吸い込むっていう力が全然変わってくるんで、植物の生育としたら全く変わってくると思いますこれ、はい、で水やりもすごくしやすくなる、ずっと乾かないじゃんっていう感じにならない、うん、ちゃんといい程よく乾いてくれるっていう、根っこがより下に下に張ってくれるんで、ちょっとベタになっちゃってるやつは浮かせるといいね、はい、そのような工夫をするか、はい、まあ、一応これ作ってるやつなんですけど水筒鉢ね、まあ、これはもう本当に横から空気がガンガン入るんで、物理的にすごくこうベタに置いたとしても空気よく入る、根腐れ起きにくい。ただこれも一応下もあるよこれね、はい、排水できるように、うん、ベタに置いてしまうとやっぱ下は塞いでしまうっていうことになってくるので、まあ本当に機能を果たしたければこれも若干浮かしてあげた方がバンバンにこう空気下から入ってくるんで本当はいいかなっていうところ。ただスリット鉢も正直なところ土のなんていうのかな、質が悪かったり水やりがバンバン多すぎたりすると根腐れする可能性は大いにあります。スリット鉢だから根腐れしないっていうわけではないので、これ誤解しないでください。例えばね、これなんかはねちょっと根腐れチックになっちゃったやつだね、スリット鉢の、はい、小さいサイズなんで、あのそんなでかい鉢じゃないじゃん。そうですね、うん、なんでなりにくいかと思いきや、スリット鉢だから安心でしょっていうので水をガンガンあげる人もいる、中には、うん、乾いてないのにみたいな、はい、っていうのはやっぱり良くない。排水性がいい鉢選んだとしてもやっぱり基本的には鉢の中の土がしっかり乾いてるかなっていうのを確認してからしっかりあげる、はい、まあ、これは重要です。もう持てばねすごいわかる、これ、うん、特に根腐れを起こしかけてるやつは鉢持ってもらうとわかるんだけど絶対に重いはずですこれ、はい、うん、こうクタってなってるのに鉢が重いっていうのはもう完全に根腐れの前兆であったりするんで、もう水をしっかりとあげずに切らす、はい、そしてできればちょっとでも浮かす、はい、浮かしてもらうと空気って風か、うん、はやっぱ上の方に吹いてるんで下に行けば行くほどやっぱこう風通りが悪くなるんでね、はい、できれば浮かしてもらった方が、まあ、しっかりとより乾くっていうところで、やっぱ一番いいアイテムっていうとワイヤースタンドね今だと、はい、まあ、むしろねレンガで上げるっていうのもちょっと難しいと思うんだよね、これにかませるって、まあ、3つぐらいかませてあげる、うん、でしかもレンガ重たいんよねやっぱね、重いですね。そうレンガ自体も、まあ、上げるとはいえレンガ分だけこう塞いじゃうんで、ここの下はどうしても、うんうん、ここのところね、はい、なので、まあ、多少の改善にはなるんで、一番いいのはこのまま上げる、はい、こういうやつはねリンクね、こういうやつだとめちゃめちゃいいねこれね、うん、これだけで全然生育変わる、このまま置いとくのと、はい、こうするな根腐れも防止できて植物もめちゃめちゃよく育つんで、もう大体それに気づいてる人たちはこういうのであげてく
ていうことをするんだけど、おすすめがあんまりできない1個この理由がある、はい、ワイヤースタンド1つ目高い。あ、結構しますね。結構するたくさん鉢があると、しかもサイズに応じて変えないといけないんで、はい、鉢増ししましたってなったら、いや今までこれでよかったのに今度あこれ入った、まだ入るけど入んないんじゃんっていう風になってきちゃう、合わんくなっちゃう。たらまた大きいやつ買わんとかなくなるってなるじゃん。そうですね。っていうところで、まあ、結構コスト的にも高いっていうところと、まあ、収納するのも、はい、まあ、同じサイズでガンガン はまればいいんだけど、まあ、ちょっとはまりにくいっていうのがあったりするっていうところで見ると、まあ、割と実用的なようでちょっと難しい昨今かなと思う。はい、鉄の材料も上がってきたし、うん、今じゃあどうするかっていう話よ、はい、皆様に嬉しいなお知らせがあります、はい、このように鉢を上げるアイテムっていうのが今までなかったんですけど、はい、あるよまさかあるよ、とっておきのやつ、まさか作りましたやっぱりやっぱり、はい、というわけでですね、はい、まあ、今回の隠しアイテム、こちらを紹介したいと思います。こちらです、じゃん、はい、ブラックベースじゃん、わあ怪しい、おじさんが乗ってるねこれ、はいはいはい、今まで世になかったスタンドを作ってしまいました、はい、このブラックベースですよ、はい、もう分かるでしょこれ、なんとなくもうさっきの話を聞いてたら分かりましたどうですかこの、はい、分かりやすい説明からのアイテム紹介、めちゃくちゃ分かりやすいですね、はい、もう説明いらないんじゃないですか。あ、いらないですか説明させてください。これがもう排水性良くなるもう作りですね、こうやって。そうなんです、これがですね、このスタンドがですね、はい、まあ超優秀なスタンドを作ったわけなんですよ、はい、まずは上がってるのこれね。そうですね、うん、もう通気性を確保できるっていう土台をまず作ってある、はい、っていうところと、まあ、ちょっとこれかっこいい感じでシャッシャッと入ってるこれ、ちょっと斜めに入ってシャッシャ、はい、風をいろんなところからグワッて思いっきり通すような構造になってるこれ、はい、プラスデザイン性を兼ねて、はいはい、土台がある。でこの土台があることによって、はい、例えば排水性機能がないっていう鉢、はい、スリットじゃなくてねっていう鉢、はい、でも、ブリキとかでも、そうです、例えばこういうブリキの鉢とか、はい、よいしょ、陶器鉢とか、はい、足がついてなくてもう完全に塞ぐじゃないですか密着、はい、密閉、せーのっと、あらら下からちゃんと空気がお入りになるようで、はい、置くだけで、はい、スタンドがまず必要ない、サイズ合わせが必要なくなるんですこれ。そうですね、うん、どんなサイズでも比較的置けちゃうっていうタイプ、はい、で角型なんで合わせやすい、うん、壁とかの隅に合わせる、うんうん、丸いスタンドだとどうしても丸型で場所取るには結構ね。そうですね、これだったら続けてこういう風にカチッカチッと置ける、はい、っていうところの良さもありの、はい、今までは例えばこんなような楕円形っていう鉢がワイヤースタンドってなかったわけ、はい、使えなかったじゃん、はい、なんとですよ純平さん、はい、これはブラックベースを敷く、はい、ちょっと不安、まあまあそうですね、チャレン2個目、これセットすれば楕円形横長いけるんですよこれ。確かにスマートにいけるんですよ、しかもじゃあもっと大きいのだったらこれ4つとかやればいいってことですよね。3つ4つでも長いプランター、はい、こんな鉢、あこれちょうど乗っちゃったね、あちょうど乗りましたね、乗っちゃった、これでも乗っちゃう、はい、そして下も通気性がいいので、はい、これちょっと上から撮ってみてくれる？乗ってるところの穴を塞がないよこれ。はい。ね。ここ。そうですね。通常だとこれ持つとここはもう潰れちゃうね。そうですね。下。うん。もう乗せ上げるだけよこれ。乗っけるだけで排水性どんな鉢でも良くしてしまう。しかもどんどんいっちゃうよこれ。良さを。はい。置きっぱにしてやるとプランターは、はい、割と今の時期はいいんですけど、これは5月6月になるとこの下に
なめなめと団子が来る。極端にアリが巣作ってここに入ってくる可能性もある。はい、虫、はい、これを敷いとくと、はい、極端に上がれなくなるんで。あー、なるほど。通通の場所に住めないんですよ、はい、ジメジメした場所じゃないと、はい、ってなると虫予防に実はなる、うん、っていうところの効果てきめんなブラックベースというスタンド、はいはい、これが販売がもうすでに実は一部で始まってます。あ、やべえ、そんなこと言う前にもう一個あった、はい、恐るべき性能が、はい、これどんな鉢でもあげちゃうぞっていうアイテムでもあるんですけど、はい、これね、はい、実はですね今回のこのブラックベースは、はい、ここ小さい文字でカーメン君×ダイムって書いてある、はい、ダイメン君シリーズって書いてあるし、初めて聞きましたね。解明したんですか。新シリーズ誕生今年の春からですね、はい、園芸業界に大面くんっていうシリーズが出てきますマジっすか。恐ろしい機能性商品がたくさん出てくる予定です。あ、そういうこと。そう、はい、でなぜ大面の大なのかっていうと、はい、これ第一ビニールさんっていう今回はメーカーさんのシリーズになりまして、はい、ダイムっていう、まあ、第一ビニールさん言うんですけど、特に支柱でおなじみのメーカーだと思いますっていうところとのコラボなんで、ここは僕がほぼオリジナルで企画させていただいたんですけど、さすがダイム君、はい、ここに穴をつけたんですよ彼らは。はい、何の穴つけたかっていうと、はい、ここに支柱が立てれる穴をつけやがったんですよ天才天才、便乗大好きだよね、はい、なのでこれ実は11パイの支柱が立てれちゃうんです、はい、この台に、はい、じゃん、はい、まあ、支柱11パイはどこでも多分売ってると思います。これ本当は、はい、例えばこれだとね、つる性の植物とかなんかっていうと上が上がるって、鉢の中に支柱って今まで打たんとかんかったじゃんね。これもうそういうもんだと思ってます。そう、はい、土に埋めるとかもう常識外ですこれ、はい、鉢の外に立てるっていうことができる、これですね。ってなるとすごく余裕もあるのと、はい、これに刺すと結構鉢ごと揺れるってことだよ。あ、風とかで、風とかで落ちちゃう、はい、っていうのが割と4箇所これ立てれるんですよ、はい、しかもじゃん、はい、彼らはこんな商品も出してる、サポート支柱、はい、これを使うとここの上でなんとですね、じゃじゃーん、わー、あ、これがちゃんと入るようになってるの。これこのね、普通の支柱立てるとちょっとこう下がぐらつくよねこれね。まあそうですね、ちょっとだけ、うん、はい、ただねこの第一ビニールのね、あ、そういうことか。やっぱそこは自社の商品と信用性高くなってる。高くなってるね。普通の支柱も立てれますよ11、はい、ちょっとぐらつくけど、はい、ただこれキャップがついてるタイプ、ここの下、そういうことですね、うん、このキャップ付きだとドンピシャっすね。ドンピシャや、俺ぐらつかんがね、はい、あ、初めて知った俺。度悪いじゃん第一ミネル親和性めちゃめちゃよくしてるやんという感じの市販品が、はい、なんとオプションで付けれちゃうわけ、こうやって、はい、ってなると、こう、うん、なるほど、アームで強度を増すことができるのもね、アームこう付けれる、はい、トレリスみたいになる、はいはいはい、ってなると置いて上に出てくるツルとか何かを、うん、クレマチスみたいな、何でもいいです、はい、夏野菜とかでも全然大丈夫です、はい、今まではこの三脚支柱っていうのをこの中に埋め込むっていう発想でしかなかったんだけど、はい、鉢植えの場合の支柱っていうのが、はい、ほらすごい、めちゃくちゃ便利やん、はい、ほらこの辺よ、はい、これブラックベリーね去年の、はい、これは鉢の中に入れざるを得ない、鉢の中に入れたらじゃん、はい、入れたらとこんな形状になるんだけど、これが外してこの上にダンって立てて、うん、横に三脚立てればかなり広々としたもう一回り大きくね、はい、できるのと、うん、鉢が独立してるんでメンテナンスもしやすいかもしれんね。あ、確かに、うん、取って外しての、はい、冬のメンテナンス、うん、天才的やんこれという
こういう便利な商品ができましたというわけで、この辺活用していただければ、まあ、どんな鉢でも鉢下の通気性の確保っていうのができてしまいますんで、このようなアイテムもぜひ使ってみてください。はい、というわけで今回のカメクンガーチャンネルは根腐れについて特集しました。よかったかな、参考だったかなと思うので、ぜひともグッドボタンの方よろしくお願いします。あと、あなたの根腐れ防止方法ありましたらコメントの方で教えてください。カメクンガーチャンネルはこのように園芸初心者が枯らしてしまう原因、こちらの改善実践します。よろしければチャンネル登録もお願いします。この後は大工夫の余談です。おもくトーク余談です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。出ました、はい、ブラックベース。もう半年以上、8ヶ月10ヶ月ぐらいこう構想と試作を練って、はい、ようやくこの形にたどり着きました。めちゃめちゃ画期的やな、これ。なんかありそうでなかった商品っていうんですかね。ありそうでなかったんですよ、これ。フラワースタンドダイヤになったじゃん、はい、これがあるとね、何でもこの上に置けちゃうんで、はい、正直めちゃめちゃ楽やよ、はい、今ないか。大きなさ、鉢植えとかもさ、ボンと置いちゃえばさ、通気性確保できるのと、はい、陶器鉢はやっぱり重たいからフランスタンドも絶対上がらない。そういうことですね。でレンガで上げててもちょっと不安定になるから、うん、この台をつけるっていうのと連動してじゃないけど、これ2個3個こう横にダーってつなげることもできるんで、うんうん、すごいスマートやん。これ耐久性とか結構重いのもいけるんですか。もう何キロとは書いてないけど、めちゃめちゃこれ耐久性ある。うん、うん、試作の時ぐにゃぐにゃなったもんね、すげえ不安になったんだけど、はい、まあそこはすごいね、なんか下改善してくれて、うんうん、めちゃめちゃあの安定感がある。これどこに売ってるんですか、その。え、聞いちゃう。やっぱ買いたいってなってると思うんですよ。なってるでしょう、はい、今回はですね、皆さん買っていただけるように、はい、第一ビニールさんとですね協力して、販路が広いです今回、はい、まず一つ目、これ今超先行で今販売もう出てます、はい、概要欄貼っときますけど、これ第一ビニールさんのネットショッピングの方でもうすでに販売があります。興味があればそこから全国の皆さん買えます、はい、プラス3月3日ですよ、はい、花友フェスタ、こちらで実物がみんなの前でバーンってお披露目できますんで、はい、もちろん購入もできます、はい、花友フェスタ来る方、予定がある方は実物ぜひ見てから購入っていうのもしていただけるというところ。プラスこの第一ビニールさんはすごくですね、全国規模で流通が、物流があるメーカーさんなんで、はい、ホームセンターさん、はい、園芸店、はい、店舗の方での販売がかなり全国的にあります。お、嬉しいですね、入れてくれてるところは。なるほど。多分早ければ2月中下旬から店頭に出てくるところもあると思う、はい、本格的には3月入ってからの中旬以降ぐらいは割と入ってるっていう話は聞きました、はい、今時点、うん、園芸店の皆さん、これ販売することが可能です。もし興味がありましたら、第一ビニールさんの方ですね、問い合わせなりなんだりしていただければ、ぜひお店の方でも活用、結構お店であの水やりすぎて根腐れするっていうので備品で使ってもらってもいいぐらいだこれ、はい、本当に寄せ植え植え飼育とか、確かに、っていうところも踏まえて、はい、いろんなところで販売が今回のこのブラックベースあります。これ、まあ、ブラックベースってことなんですけど、うん、色は他の色とかあるんですか、ホワイトベースとか。あ、来ちゃった、はい、これはですね、はい、最初のイメージね、はい、この鉢の名前から来るわけじゃん、はいはい、僕がそう、なんかこういう感じのものが欲しいで、うん、名前だけ僕最初に決めたんよ、はい、ブラックベースって、はい、かっこいい、かっこいいでしょ、かっこいい、うん、これには意味が一応あってですね、はい、おっしゃられるように、うん、ホワイトベースってあるじゃん、我々世代だと、はい、ガンダムさんの、はい、ホワイトベースってさ、はい、あのたくさんのモビルスーツをさ収納してさ運ぶんよね、はい、運べるっていうあれじゃん、うん、こういう鉢の台で1個の鉢じゃなくても何鉢かもこれ置けるわけ、こうやって、はい、全部一鉢に使わなくてもいいってこうたくさんのモビルスーツを収納できるように、うんうん、ホワイトベースみたいな、はい、ちょっとかっこいいデザインの機械っぽいやつでデザインしてほしいって言って、はい、上がってきたのがそういうこと、これなんですよ。なるほど。僕はとにかく、はい、あのガンダムのホワイトベースが作りたかった、かちょっとこう近未来的な感じのなんかこう宇宙船みたいな感じや、そ そう。なるほど。じゃあなぜホワイトベース作らなかったってなるんだけど、はい、まず黒が一番無難に何でも合うじゃん。まあそうですね、うん、目立たないっていうところ、はい、であったりするんで、はい、まず黒からいきましょう、はい、ただ需要があると白バージョンの
ホワイトベースができるかもしれないですよ。なるほど。これは園芸ファンだけに関わらずに、はい、ホワイトベース来るかもみたいな。じゃあ Google でホワイトベースって検索したらガンダムじゃなくてそっちが出てくる可能性があるかもしれない。ただいきなりホワイトベース作っちゃうと面白くないから、はい、まずはブラックでいこうっていう。そんなところまで考えられてるっていう。考えられる。なんで需要があるとホワイトベース出てきますこれ。そうなんです。嬉しいな。むしろホワイトベースに赤い鉢とか乗っちゃったら、はい、ホワイトベースにシャア専用乗っちゃっていいのみたいな。中二病のやつらがめっちゃ喜ぶ。確かに。そうすると赤い系の何か売れ出すの、はい、シャア専用がホワイトベースに連邦軍がなんかもうよくわかんないジオン軍にとかさ、なんかそういうちょっと楽しみがあったりするんで、はい、そうというちょっと大人的なね、はい、ネタも含みつつ、はい、今回は第一ビニールさんでやらさせていただいてるんで、はい、これはもうシリーズ第一ビニールとやる大面くんシリーズなんで、はい、かなりこっからいろんなその親和性が多いものができてくると思う、はい、今回これ支柱とこれが組み立てれるように、はい、どんどんオプションなんかでカスタマイズできるっていうのをベースに作ってるんで、はい、そういった意味でのブラックベースでもあります。まずは土台っていうところからいろんなカスタムができますんで、はい、まあ、ぜひいろんな活用していただいて、ちょっと僕にも教えてほしいなみたいな、うん、こういう使い方あるよとか、はい、こんな感じだったらインテリアにも合うじゃんっていうのでも、はい、ありました。この外じゃなくても中に置いてもね、うん、割とかっこよかったりするんで。あ、これ最後ちょっと質問なんですけど、はい、これいくらぐらいなんですか。ちょっと僕そこ気になって。これオープン価格なんで、はい、なんとも言えないんですけど。あ、そっか、店によって違うんですね。そう、店によってね、販売価格これ定価がないんですけど、はい、結構思ったより安いですこれ、はい、っていうか安くしちゃったみたいです、うんうん、第一ビニールさんが、はい、間違えて、はい、もうちょっと高くていいんじゃないのって僕言ったんだけど、はい、ちょっとねかなり安い価格で出てるんで、はい、まあ、これぜひとも販売店の方で確認ください、はい、まあ、ネットの方でも出てるんでね、うんうん、確認いただければいいんですけど、このねお値段以上にめちゃめちゃクオリティ高い、はい、伝わるかもしれない。持ってみると分かる。これ触ってみたり、うん、あ、しっかりしてます。すごいしっかりしてる。めっちゃしっかりしてる、うん、めっちゃしっかりしてすっごい肉厚なんで、はい、これ物見たら確実にありだって思うと思う、うんうん、これ俺乗っても多分大丈夫っぽいもんね雰囲気、はい、ダメだけどね良い子は。まあもちろんそういう使い方じゃないですからね。そう、使い方なんかいろんな活用これできると思うな、はい、ぜひともブラックベース、この春からの発売なんで皆さんよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。